本日こんにちは、メルです。今回は一度きりチャレンジの方ね、動画撮れなかったんですよ。なんかじゃないけど、外ちょっとねご飯食べに行ってて、ちょうどその時8時回って、これクリアしないとね、誰だっけ、これフィレムをねゲットできないなって思って、なんでちょっと動画にはできてません、すいません。でですね、フィレムなんですけども、自分これね何なんだろうってね結構前から思ってて、何このキャラってずっと思ってて、別にフェス、なんか風格結構フェス玄関あるんだけど、なんか前のお菓子かなんか、なんかあの付録みたいですね。自分が多分パズラを始める前からいたキャラかなって思います。で、まあ、今回情報修正が入って、覚醒がね、なんかね、ハートの真ん中のハートを中心としてこう鏡になってますみたいな感じなのと、ステータスもあえてプラスを振ってないのは、こうステータスがこう鏡になってるからっていうね、355315514っていうね、まあプラス振ったらこれ消えちゃうんですけど、まあ鏡のキャラ、教会の守護者ということで、どういうキャラなのか全く設定が分かんないけど、まあ結構自分のね好みのタイプ、好みのタイプって被ってんな、頭痛が痛いみたいな好みなんですよね、このイラストが。誰が描いてるのかな、足立さん、わかんないな、自分そんなにイラストレーターに詳しくない。はい、ということで今回はもうこいつリーダー向きじゃないんだけどね、明らかに闘技場に行きます。もうサブはガチガチですね。ディアブロスの火力でご利用せるかなっていうあれです。2倍しかないんでね、反撃がありますね。基本列で攻めるんですけど、やばいなこれ、時間がやばい。ちょっと今のはトロットロしたんで、バインド回復とかないよね。ヨグソトースのスキル使うしかないか。列組みながら8コンボは結構むずいかもな。これだけ、まあとりあえずこの火力でもここは突破してほしいぐらい。 OK、 まあ列組んでいけるときは行きたい。危ないよ、久しぶりに 7×6 を使うって感じですね。抜けるのかなこれで。あーちょっとこれは先が思いやられる。しかもこれじゃ倒せないぞ。どうしようかな、イルム使っちゃおうかな。フィレムのスキル使ってこれをどうしようっていうね。難しいなぁお、この次は列でいけるんじゃないかな。こいつに列使う必要なかったな。まあでも列せっかくなら火力見ておきたい。ちょっと難しい。もう1コンボ頼む。あー来ねー、来ねーか。列組んで8コンボが相当むずいんだけど、あれ組めてないし、いやーこれはやばいな。4567初めて組めたわ。これで68万か。まあ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 最低限だな。倒せるかこいつも不安なんだけど、やばいやばい。
単に下手っていう。いやー難しいな。8コンボして倒せないと困る。本当に。よし。封印耐性もないんか。そっか。なるほどね。スキルはね、結構優秀だったりするんだけどね。抜けてほしいです。全属性連れてきて、うわマジか。あれしてもよかったけどね、全属性でガードブレイク発動させてもよかったんだけど。とりあえずラータマは抜けると思うんだけど、右が抜けるかな。あー抜けた。あーラータマが逆に抜けない。イルムが 2way 持ってたかな。これはいけるっしょ。 OKOKOK。 いやーちょっと厳しいぞ、時間を短縮されるのは。半分まではとりあえず削ろう。 OKOKOK。あー水が汲みたかったな。抜けるね。これカーリー戦やばない。ディアブロスは取っとくけど、パズル&ドラゴンズ溜まっちゃうとまずいな。19ターン以内に、19ターン以内にいけるんだろうか。いやワンパンは無理でしょう。落ち込んが結構乗ってくれればワンチャンなんだけど、あーそれ大丈夫。オッケーオッケーオッケー。よし。怖いな、溜まるのが怖いんだよ。気に食わねえんだよが溜まってしまったな。光遠いよ。水がつながってる。吸収色は火ぐらいか。オッケー。使っとこっかな。信じよう。全部ワンパンで持っていければうまくいくんだけど、そうも言ってられんと思うんだよね。いけるっしょ。これは属性的相性でいける。デブメタもまあ光だし。あーちょっと待って、2秒はつらい。やばい、組めてなかった。ちょっと大丈夫かな。闇属性だからワンパンしてほしいんだけど。よしよしよし、ドラゴンキラーも乗ったね。イルム活躍で、ここもまあ組めさえすればなんとかなりそうな気がするんだけど。やばい、時間が操作時間が足りん。これじゃいけんか。さすがに無理っすね。
どうしよっかな、これなんかスキル使って抜きましょうかね。やばいな、これあんまり時間かけるとディアブロスがあれしちゃう。12ターン、いやダメだなこれ。レッツ、いやもうイルムか大凶か、大凶消去を使ってワンチャン抜けてほしいな。ただ操作時間がまだ未だに足らないという事案が、うわこのコンボ数じゃちょっとあれかも。 OK、 危ないよ。ソディスじゃなくてよかったわ。時間返ってきたけど組みづらいなこれ。ちょっと水も組みたかったですね、右下。これワンパンもまた怖いな。ファラオの意向かなんか。あ、オッケーオッケーオッケー。むしろリーダー変えてくれっていうね。よし、ここは安心ですね。ここは大丈夫でしょう。ワンパン無理なんだ。ドラゴンキラー乗るからいけると思ったんだけどな。とりあえず突破。やばい、あと8ターン、あと7ターン。ワンパンで、あーやばいの出たぞ。ちょっと待ってくれ、こいつ貫通はやばいぞ多分。スキル使わんと無理だな。ね、頼む抜いてくれ。これで抜けないとほんまに無理。よし、危ねえよ。硬い敵は無理だよ。いや8コンボじゃきわいぞ。いや5ターンはまずい、5ターンはまずい。遅延が欲しい、もうむしろ遅延してくれ。遅延してくるような敵がいない。いやーつらい、つらいよー、これはつらい。だってもうあと16。いやこれはパズル&ドラゴンズに溜まっちゃうやつだな。ちょっと使っとこうもん。さよならグリザル。まずいっすねこれは。溜め直す余裕が果たしてあるのかっていう。いやきつい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 、ダメージ。毒の処理できるかな、怖いよね。いやーディアブロスを失ったのはでかい。もうむしろここで永遠耐久ある。闇さえ決めてれば。あ、でもゼロ、あ、大丈夫か。軽減張るからゼロブラストは耐えれる。
ちょっと間に合わんかった。ゼロブロストまで持っていけれんでしょこれ。もうここまで来たら貯めたいんだよ。頼む、もう一回闇の竜鱗を頼む。闇の竜鱗お願いします。よし、完璧です。じゃあ抜かしていただきますよ。闇の落ち込んさえ来なければ大丈夫。よし、OK。ちょうどよくたまるね。まあヨグソとスイルームでいっか。突破してよ、ワンパンで。 OK。 よし、アミカーリーなのは助かるよ。結構これで安全圏まで持っていけてるはずだから。一応列で組むけど、頑張っていただく。まあ、とりあえず安全圏までは持っていける。ワンパンはちょっと厳しいかな。オッケーオッケー、いいよ、十分十分。こっからはまあちょっとでも削っていければいいかな。光遠いな。あー、これ水つながるわ。いや怖いな、これちょっと変に、ああもうそうなると危ないよ危ないよ。ちょっともう倒すんだったら倒すで行かなきゃ。しかも遅延しやがったし。大凶使いてー。もうこのターン倒すしかないな。多分これ以上削るとまずい。よし、いけるだろ、これはいけるだろ。よーし、はい、気に食わねえんだよ。1、はい、もう大凶使い、いやワンパンとかまあ無理だろうか。いやーきついな。これで勝ったかな。よし、いやー思ったよりきつかった。
はい、まあ、ということで今回はフィレムを使ったっていう位置を使ったっていう形なんですけども、まあ、何が言いたいかっていうとディアブロスが強いっていうことですね。